私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあると、チャッテル上ようこそ。恋樹児アリスシーストーンエースシクストーンズもトゥームーロデートファンド、オフショット、見ているだけでできるできる。女優の広瀬アリス主演のキャンタラフユージトブシリーズドラマの公式インスタグラム、あなたは真剣に恋をしているのですか ?5 日に更新されました。広瀬とシクストーンズへの松村北斗の分派が響き渡る。この作品は、 恋愛を真剣に考えられない6人の男女が人生最大の真面目な恋愛に陥るというグループイメージのラブストーリーです。広瀬を演じるアツシは、松村を演じるヒーラギと、トライアルラブを始める。彼女は第三話の日にガラス工房を訪れていた。今回はインスタグラムで、GW にぴったりのデートオフショットとして2枚の写真を公開。 二つ目は場所を気にしたスタジオに美しいガラス細工が並んでいるように見えるニツのデートの気持ちでいっぱいです。と彼は笑顔で笑顔で言いました。写真が公開されました。この投稿に対してファンの反応は、キュン、どちらも可愛すぎて見える、北斗くんの彼氏の気持ちがすごい、アリスの笑顔、など、送信中です。